まあ、学歴は当然まあ指標としてあるんだけど、学歴だけじゃちょっともう無理だと。ちゃんとゼミに入ってるか、そして論文を書いてるかっていうのだ。たとえ学歴があったとしても雇うのがやばいかもしれない。さあ、で始まりました、もちゃチャンネルです。さあ今回はですね、はい、就職したいならゼミに入って論文書けっていうのをね、ちょっと話したいかなと思うんですけども、まあ前にね、コロナがやってきて超高学歴社会がやってくるっていうね、動画を出したと思うんですけども、まあいろいろとね、反響がありました。いや違うよとかですね、そうだその通りだとかいろいろあったんですけど、まああれは大企業の人事の人の話に基づいてるので、全くもって嘘ってことはないですね。その企業の人が言ってるわけですからね。まあただ当然全部のね、会社に当てはまるとは思ってませんが、こういった風になるんじゃないかっていうね、感じなんですけど、まあそこの会社は少なくとももう学歴でだいぶ絞ると、コロナになって学歴とその人の有用性っていうのがものすごくよく分かったと。実際のところはやっぱり学歴がものすごく指標としては役立つものだっていうのが分かったから、それでもねやっぱ首切れないけど、役立たない人たちはこうやっぱ追い込まれていくっていうね状況になってるって言ってて、その時やっぱ学歴っていうのがすごく、まあ、はっきりとやっぱ出てきてるっていう。まあでは日本ってほら簡単に首切れないじゃないですか、会社員って。だから辞めるように仕向けていかなきゃいけないんだって、そういうのは。でそういう風にこう辞めるように仕向けられてる人たちの学歴とその残ってる人たちの学歴見ても、やっぱりそれも差は歴然で明らかだっていう話でしたからね。これから絞るわけですよ、雇う人を絞っていくんですが、その絞った時にやはり学歴が指標となるっていう風にね言ったんですが、しかしですね、また人事の方がね、それだけじゃちょっともうやばいと、まあ、まず枠自体がもうものすごく少ないと、新しい人を雇うのがもう今度も人が溢れちゃってる状況、不況でいらない状態になってて、新たに雇うっていう時でも、まあ、学歴は当然まあ指標としてあるんだけど、学歴だけじゃちょっともう無理だと。でその時に見る指標がちゃんとゼミに入ってるか、そして論文を書いてるかっていうのだっていうふうに言ってましたね。僕なんかは慶応大学文学部英米文学専攻ですけど、ゼミが絶対ですし、論文も絶対ですね、卒業条件です。でそれがまあ当たり前だと思って見ていたわけですが、自分が大学の教員になったらそれが当たり前じゃないっていうのを知るわけですよ。論文なんて全くいらないっていう専攻もありますし、ゼミに入らなくても卒業できるっていう専攻もあります。どちらか片っぽっていうのもありますね。自分が教えたところでもゼミには入んなきゃいけないけど論文はいらないですとか、ゼミによって論文があったりなかったりですとか、全くゼミに入らなくてもいいし論文書かなくてもいいですっていうところもありますね。なんかテストで終わりますみたいなところもあります。でこういうところがダメっていうわけじゃなくて、こういう人たちはたとえ学歴があったとしても雇うのがやばいかもしれないっていうふうに言ってましたね。まあ最近ねよくね、学歴じゃなくて学習歴ですとかっていうね記事が出たりもしてるんですけど、まあそれにもちょっと関わってるかなっていう思うんですが、オンラインの授業、まあリモートで家でやるやつあるじゃないですか。まあ自分自身もこうやったわけですけど、あれだと能力が判断できないっていう風に言われてるんですよ。まあ一応ね、成績見るところってあるわけなんですが、まあ今までも成績学校側があまりちゃんとつけてくれてない、なんかテスト一発勝負でボンみたいなね、そういうのもあるから、あまり成績を重視しませんっていうところもあったんですけど、さらに今重視できなくなってるって言ってましたね。これやっぱリモートだと実際合ってないので、成績のね、つけ方っていうのがだいぶ先生たちも緩くなってるっていう風にね、言われてるんですよ。だからかなり適当に成績つけてるものもあると。まあだから今までだとほら授業を見てて授業態度がとかってあったね、そういうのも一切なくなるわけじゃないですか。でさらにね、試験がまあ分かると思うんですけど、リモートで試験してるとですね、ちゃんと平等に試験がやれてるか分かんないわけですよ。でインチキだって山ほど起こっちゃうわけですね。自分自身、宿題の試験とかアメリカ留学してた時オンラインだったんですよ。で3回までね挑戦できるっていうやつだったんですけど、でその3回でみんな満点を取ろうってねすごい頑張るんですけど、まあ最初の頃めちゃめちゃ簡単だったのに、どん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 難しくなってすごい困ったんですけど、みんなねすごい協力し合うの。みんないろんな同じクラス取ってる人、これやったけどこれ合ってなかったよとか、これやってたけど何パーセントって出たから多分ここが間違ってんだよとかね、
ね、まあ、先生がもうすごい頭がいいからそういうのでも点が取れないようにしてたんですけど、そうみんなで協力したりいろんなねネット上で調べたりとか、自分が留学してた頃よりははるかに今インターネットでいろんな情報出てきますからね、そういう答えをね見つけちゃう行為っていうのがすごくあるんだって。だから小テストだろうと大きいテストだろうとそういうのもできちゃうから、だからもはや成績も当てにならないと。そうだから本当にそのいい大学を入ったんだけどちゃんと勉強してるかがわからないってことなんですよ。だもしテスト一発勝負みたいなんで先生は授業態度も見てないし、オンライン試験一発勝負でみんなで調べてたりとかネット上のものを調べてたりして答えを出していい成績取ってたってなったら本当に勉強したのかがわからないと。この人は勉強していい成績を取ったのか、それとも勉強せずにいい成績をインチキして取ったのかっていうのの判断ができないと。だその時の判断基準っていうのがちゃんとゼミに入ってたかですね、そう自分の研究をきちんとしてたのかっていうのがわかる、そういったポイントだったりとか、まあ、ちょっとうちのゼミは成績みんな A だったからなんとも言えないですけど、まあ、少なくとも私は大学院に行けるまで研究はしましたけど、そしてそのゼミのね研究結果だったりとか、そして論文ですよね。やっぱりね論文ちゃんと書いてるかっていうのはそこはすごく出るわけじゃないですか。まあ論文っていうのはねある意味ね集大成なわけですからね、きちんと研究してちゃんとその成果を論文に残したかっていうのが一種の証拠となるわけですよ。ちゃんと勉強したというね、学んだという証拠、研究したという証拠になるわけですよ。さすがにねいい大学入ってたらね論文は先生たちちゃんと見ますからね、論文それコピペで OK にする先生はいないと思いますから、そこではきちんとした指標として働くわけなんですよ。だから言ってました、もう今はその証拠が必要であるとね、ちゃんと自分が勉強した、ね、いい大学入ったってことはさ、それも要領がいいとかさ能力が高いとか記憶力がいいとかそういう証明にはなる。ただ大学4年間ちゃんと勉強しないで、ね、こう下がってっちゃってるような人だったら困ると、ね、全然勉強せずにただ成績だけ何か調べたり友達と協力して取ってるような人では困ると。ちゃんと研究の成果を残してくれる人を優先的に雇うようにするっていうふうに言ってたんで、ああこれはちゃんとやっておかなきゃいけないなって思いますよね。ぜひ論文ね書くの頑張ってください。私自身はやっぱり、まあ、あの経験があったからすごい良かったと思いますからね。その論文を書くためには当然様々な文献読まなきゃいけないですから、そこで大量のね文献を本当にたくさん読みましたから、まああの時に英語、まあ、自分は英語専攻で英語で論文書かなきゃいけなかったですから、きちんと英語をね勉強したというか英語の論文をたくさん読んだっていうあの経験がなかったら今の自分は絶対ないと思ってますから、あれはやって良かったなと思いますね。まあ自分の考えに当たるものっていうのも大体ね誰かがもうすでに考えてますから、すごいひらめきとかっていうのはなかなかないですからね。でそういう時に自分のものですみたいに出しちゃいけないんで調べなきゃいけなかったわけですよ。でそうやってやったら一般には手に入らないけども考えてる人がいて、僕の場合はその人に直接アメリカに E メール出してこうこうこうでこうやって研究してたら同じ考えの人がいたんでっていう風に連絡しましたって言ったら、論文のここの部分が読みたいんですけどって言ったら送ってくれましたからね、紙でそこの部分だけ。なんて優しいって思いました。その後まあ東大入った後にね修士課程入った後に日本に講演で来るんですけどね、その時にあの時やってもらってありがとうございましたみたいなね話をするんですけど、そういう経験もね非常にありがたかったですね。ぜひね皆さんにもそういう大学でまあリモートでねちょっとキャンパス行けなくて辛いとは思うんですけども、こういうね研究するっていう経験もいいと思いますので、ぜひね経験してみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 頑張ってください。